あのさ、配信のさ7分前ぐらいにさ寝落ちしてさ、あのさ寝落ちしてさ、あの危なかった起きたよ、よかった、よく起きたね。うん、みんなと話すんだと思って、あのアラームをかけてたからよかったんですけど、アラームをかけなかったらもう写真でしか見れなかったけど綺麗ないい色だったら一緒にやった、ありがとう。わざわざ写真送ったりなんかツイッター載せたりしていこうと思います。おはよう、おはよう。早起きだった、今日がそう4時半起きだったのね。で、でも聞いてほしいの、なんかみんな浴衣ってみんなと話すのにワクワクして、なんか遠足気分みたいな感じであんま寝れんくてなんかあの遠足前の小学生みたいになってしまって、なんかしかも明日みんなと会うんだから、なんかいろいろなんかいろいろしちゃ、なんかしたくなっちゃって、なんか例えばなんか前髪を揃えたり、そう、あ、前髪ちょっと伸びてるかも、揃えようとか、なんか眉毛もうちょっと綺麗にほら揃えようとか、あとなんかそういうことばっかり考えてなんか準備とかなんかそういろいろ考えてたらもうほとんど寝れないまま時間が来ちゃって、でも移動中は寝れたけんよかったんですけど、そう、なんかもうデート前みたいな感じのにも、あ、ここもうちょっとこうしたいとか、髪型どうしようかな、ちょっと自分でやってみようかなとか、なんか試しにね、もうそんな、それですごいね、あのあれね、そう、ウキウキしてたんですよ。だからそういうどうしようかなみたいな感じ考えとったら時間が過ぎるのが早くて、今日はドキドキして頭面白いの、ちょっと全然大丈夫よマジまたいっぱい会おうね。浴衣宇宙近い方ありがとう。玉ねぎヘアってなんかね、それが分からないのよ。なんかね、玉ねぎさんってここで結んでこうやってポワン、こういう風にするやつなんだけど、なんかそれともちょっと違うような、でもなんていう名前なんだろうこの髪が、勝手におさげって呼んでるんですけど、ももちゃんの色って感じ。そう、マネージャーさんがピンク選ぶの珍しいねってすごいでも華やかな感じのやつね。浴衣だから前髪もちょこっと、こんなに分けてなかったんですけど、今みたいにちょっと分けてみようかなとか前髪分けるんやったらもっと眉毛綺麗に描こうとか、いろいろちょっといろいろ考えてた。いっぱいももちゃんヘアももちゃんヘア、あー、下駄もね履いとってね。なんかたまにさ下駄って抜けそうになるね、ポンって。ピンク色の言い方はそんな感じじゃなくて、綺麗なお姉さんかなんかね、ほんとありがとう。そう、色がねそんななんかもう真っピンクみたいな色じゃなくて、大人っぽい感じの色ではあったかな。浴衣撮影会ね、すごい研究生たちがやっとって、可愛い写真がたくさん上がってたから、私もみんなに撮って浴衣姿とか特に撮ってほしいなって。私服もとか衣装もいいんですけど、やっぱ
浴衣とかなんか珍しいやつで撮ってほしいなって思った。その件は渡辺くん、あんた？桃と言ったか、ねえ桃撮ってほしかった本当に。後であの会場にいた時は見てなかったんですけど、あの帰ってる時に研究生の写真を見て、あいいなと思って、私も撮ってほしかったなって思った。現地で浴衣姿で配信してくれるメンバーがいて、そうそうな、私もやりたかったんですけど、なんかちょうどあの終わった瞬間に帰れる便があるって言われて、めっちゃ急いで、あリコちゃんの配信にちょこっとだけあのお邪魔したんですけれども、撮影会とかじゃん、この私はまずしたことがそんな、あのパレードとかであったりはしたんですけど、お話し会とかで、ね、いたね、そういた、新しい3期生真面目ますかね。ラムネ飲んだ、ラムネあるよ、これこれね、えこのプシュってめっちゃメンバーがさ開けた時にさ溢れ出てたイメージがすごいんですけど、なんかラムネの私はオレンジにしました。なんかアップルとかブドウとか、あと普通のやつがあったかな、あとなんかあったかな、桃はねなかったのよ多分。そう、それでラムネのオレンジとかあるんだと思って、隣のレーンから綺麗なおもちゃもいる、なんで来てくれないの。そう、またんとね、そう、次のスペイベー、スペイベーであるかな、やりたいよね撮影会、やつ撮影会、あと、あとこれももらったんですよ、もーちゃん今日ありがとうね、ありがとう。アンピがもーちゃんおすすめの特製お土産に買った、そう、帰りにアンピと一緒にお土産回ったんですけど、私すごい大好きなタコせんがあって、なんか 79% みたいなタコせんがあって、それでそれ美味しいよって言ったら買うって、その後はみんなからリネタンとモモとアンピとサコちゃんで一緒にあのスムージーを買って、陸道地さんスイッチ、お買ってたよメンバー、私は今日はそれは買えてないけど、ほぼ高い、そうそうほぼ高い、これはですねいちごミルクの綿あめなんかな、私これなんだろうって思いながら、綿あめ、これは差し入れでいただきました、あのキングレコードさんからいちごミルクのタコ79とイカ70、あそれそれ、私セットは買えてないけどタコさんの、あそれ買ったよ、食べないのね今ね、でもこのこれもあるんよね、ポップコーンも、このラムネ飲もうかな、ラムネ飲もうかな、もも、にゃにゃにゃ、あ、テロップ失敗した、ありがとう、なんかオシャンティーだよね、アルバム発売されたら、あでもそろそろある気がするけどな、撮影会も、ラムネこぼすかな、なんかティッシュが周りにないとやばいかな、やめた方がいいかな、初めてでしたがめちゃめちゃ可愛かった、本当ありがとう、来てくれて名前も教えてくれてありがとう、プシュッと溢れる、でもなんもないよ。
かな。今日は最高かな。本当？タオルないとダメ？ないもん。ない。じゃあやめた方がいいか。冷えてないよ。え、冷えてなかったらプシュってならない？手振り返してきてくれたら。いいえ。下の子も確かにそれもいいね。癒した方がいい。そりゃそうだよね、やっぱり。そうなんよ。7月にもーちゃん会う予定がないとこれから先つらい。会いたいね、いっぱい。長いから始めてありがとね、ほんと。どうって開けるの？プシュッて。プシュッて。これラムネさ、ビー玉入っとるやつかな。明日飲むか、この子は。わたあめ食べるか。開けまーす。他のメンバー飲んでたけど、みんなあったんだ。じゃあ開けるときはタオルを用意しなきゃね。ここから開けるんよね。へぇ、眠だ。あかん。あかん。開けれない。あ、ん？いや、力ないのかな。ちょっと開けれない。待って。え、あ、タメのね、一緒に撮った写真撮ったよ、もう。あ、開いた開いた。でもでもやこだよ。たたたた。しゃー。いちご飴の匂いする。ひげ。アイサアイサ。にゃにゃひげさん。少ない。少ないね。一回こう食べよう。めっちゃいちご飴だ。いちご飴じゃない。いちごミルクだ。めっちゃ溶けるな、早いこの子。なんかね、今まで食べた綿あめよりもね、すぐほわーみたいな、なんかほわーってなんか溶けていくの。京都のお菓子、そう、確かなんか京都って書いてある。今日行ったの大阪やけど。チュ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 、どうしようか。ベタベタしない。なんかね、しかもね、触り心地もベタベタじゃなくてね。なん
かサラサラしてる。めっちゃシュワーってシュワーってほど。軽いんや。そう軽いけど、あの持って帰るのに潰しちゃったらダメだから大変だった。ちょっとバッグの上に置いとった。めっちゃ軽い。明日の昼公演5ヶ月ぶり。おお楽しみすぎてる。いっぱい寝てね。ピオリンチャレンジ。そう、あんじゃこれあげる。ちっちゃいの。了解、やったね。今日もちゃん近くて緊張した。今日も近くだったよ。くれんのくれ。キャラに参加来たけど、もちゃんの写真出る前。ありゃありゃ、髪型と浴衣似合ってていい感じ。ほんと？ありがとう。日野みなみさん、ハートありがとう。まほろしさん、ハートありがとう。ケイシティさん、ハートありがとう。ミニくん、ハートに、バラ、ありがとう。ドラグンさん、かわいい、ありがとう。きなべこさん、きなべこさん、ごめん。ハートありがとう。アピアノピーさん、ハートありがとう。トシさん、ハートありがとう。コウジさん、タカありがとう。ピアノのっぴーさん、ハートありがとう。ハムちゃん、音符ありがとう。フクちゃん、サックスありがとう。カネッチさん、タコありがとう。ギャロハヌシカありがとう。髪型という方が可愛すぎて最高でした。ありがとう。あんな近くで浴衣見たの本当幸せ。よかった、今日は今日はみんなにね、今年初浴衣。足つぼしてもらいながらメイドの写真いいね。渡辺リム、何それ、知らなかった。あるのかそんなものが。髪飾りもね、あの自分が用意しとったのもあったんですけど、なんかそこに置いてあったやつの方がなんかお洋服に合ったから、そっちに。チャ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 。浴衣はメンバーが選べたんだけど、なんかね、画像だと色が結構違うくて、自分も今日あんな感じのピンクではないと思っとったんだけど、でも予想しとったより可愛かったから、個人的にすごい嬉しかった。でもね、画像で選ぶの結構難しいんよ、やっぱり実物じゃないと。もちゃんが用意したのはどんな感じ。なんかお花をここにつけて、ここにもつけたかな。そんなめっちゃ目立つどでかいやつではなかったんですけど、そうちょこんちょこんってある感じだった。送ってくれたのはピンク。そうね、なんか影とかになったらオレンジっぽく見えたりもする。
今日行けなかったけど素敵な浴衣のショットで痩せれました。よかった、いっぱい送ってくよ、今日写真撮ったけん。髪型可愛かった、やった、メイクさんのおかげだ。今度さ7月17日の浴衣のやつは多分自分でやるから、髪型もうめっちゃ頑張ろうと思ってる。プロの方よりは絶対うまくはできないんですけど、それでも上手にできるように頑張りたいな。浴衣姿 ST で自分可愛かった、ありがとう、優しいね。写真たくさん送ります。プロ声難しいんだ、だいぶ。けどなんかもうすごいねって思ってくれる、思ってもらえるぐらい頑張りますそうそう、ツーショットもあるからね、オンラインよかった。写真はメンバーサーヤンとね取り合いっこしましたよ。いつもいつも大体時間が合わん時もあるんですけど、今日は時間があった時があったので、そう浴衣に合う、確かにポーズ、なんかね飴とかなんだっけ、なんかそうヨーヨーとか風船とかあったらぽいよね。やんちゃんと髪型にちゃった、そうおさげの子も多かったよね今日。おさげかまとめとる子撮りたかったね、撮って欲しかったんだけど、本当に撮って欲しかった。せっかくさいっぱい頑張ったしさ、ちょっと撮ってもらいたいなって。にゃ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 、小道具があればね、確かに。まずい浴衣姿見るともうすぐ夏、確かに夏だな、確かにね。にゃ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 フフフ、研究生なんて不公平だ研究生にみんなキュンキュンしたってんじゃない、あ、噛んだキュンキュンしちゃってんじゃないのって。ザビエルポーズいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。今日ありがとう、めちゃめちゃ楽しかった、ありがとう、こちらこそ。目と頭だけでなく映像にも、そうだよね、やっぱ写真とかだと残るもんね。そうそうそう、セクシーとザビエルの子も練習、嘘だ。1年が早くてびっくりする、確かに去年の浴衣がね、確かにこの間着た感じに思うんですけど、不思議な感じ。ツーショー久しぶりに小道具、お、いいじゃんいいじゃん、あつまま、あつまま、立つの早いよね。浴衣着ると花火着たく、え、めっちゃなった、花火に行きたいなってというかみんなで見たいなってすごく思った。こまこま、
今日は初めましてだったけど、こもちゃん親しくて話しやすかった、お嬉しい、ありがとう、来てくれて。花火大会したしたい、本当にしたい、ももも、お祭りイベントしたい、やっぱ夏らしいことしたいよね、せっかくだから。うん、手持ち花火したい、ね、うん、線香花火もね、今年の夏も夏イベがあるから忙しい、そうだね、いっぱい夏らしいことができるんじゃないかなって、プラスそういう花火とかお祭りごともできたらなおよしだなって思ってる。今日ありがとう、ありがとう、こちらこそ。かき氷作ったやつ作りたい、本当におーちゃんが大好きと実感した、ありがとう。ももちゃん、ももちゃん主催のお祭りイベント、ももちゃん主催のお祭りイベントか、どんな感じしよう、スーパーボールすくいとか置いとこ。今日はやりきったって顔して、あのもうね、楽しんで楽しんで今おねむなの。そう、今日初めてもーちゃんとお話ししたよ、緊張したけどいろいろ話してくれて、ありがとうね、来てくれて嬉しかったよ、今日ありがとう、名前覚えてもらうようにこれからね、何回か来てくれてありがとう、ほんといっぱいありがとうね、本当に夏のイベントして、そうした、あ、スイカ割りいいね、ポップコーンを作る、ポップコーン。いいよ、寝落ちそう、うん、うん、本当に今日はね、今日は結構ね、あの目つぶったら寝ちゃいそう。今日は初の人も多かった、うん、あのもちろんいつも来てくださってる皆さんもたくさんいらしてくれたんですけど、結構ね初めましての方も今までより多かったんじゃないかなっていう、明日もこれあるから早く寝なくてね、うん、できるだけ早く寝るよ、ありがとう、今日忙しくて行けなかった、お、また待っとる、大阪の現地久しぶり、そう久しぶり、前マスクしてた時じゃなかったっけね、今日寝てなさすぎて明日の広島行きの飛行機乗り残さなくし、ダメだよ。頑張れ頑張れ。はじめましての人が多いとファンが嬉しいんで、ありがとう、そう思ってくれて、おしましじゃないか、そうね、おしましじゃないから、明日は公園でない、おん、じゃあまた釣り待ってるね、釣りの公園で、ももちゃんのね取り入れないの嬉しい、ありがとう、明日は生誕祭、無理やりよ。何気に花垂れ公園がねちょっとだけ久しぶりなんよ。ももか、実は初の人恋のファンが増えてる職でね嬉しい、うん、ありがとう、ももこさん増やして。明日の公演が初めましてです、生もちゃんとし、おお、初めましてしましょうね。待ってるよ、声出し公演初めてやるか、そっかそっか、声出しいいよ、楽しいよ、やっぱり7月15と17まで会えない、うん、会おうね、桃のまみを増やそう、沼広くしていかなきゃ。公演はなかなか行けないけどツアーは福岡以外行くんで、おお、たくさんありがとう、 Thank you。
ブで花だれ公園あるかしら。え、あるっけ。あるかし、あ、あるいお眠ってあったっけな。桃の間の手前に立ってるかなだけ私が手でディッディオンホールはね、木体はいっぱいやってたんですけど、あの花だれはレヴァントホールさんでとかブルーライブさんとかが多いかな。友達ももちゃん可愛かったって言っててありがとう今回あ前回のマイカ四国公演の時のもちゃん見てお会いに来てね、また待ってるよ。ねえ、花だれのイメージがないよね。8月24日が生で STMM 初めてお待ってるよ。最近はリマトールさんが多いね。1月29日やってるのか。じゃあ結構前なんだ。ありがとう、教えてくれて。じゃあ常に外からありがとう。葵さんの生徒アメリカ、そっかそっか。今日のグッズの色紙もちゃんてる、あらあたれ去年行った木体がエディオン神谷地ホール最後ね。木体は多かったよね、ほんと。一生おもちゃのアバターでない、きっきっと出るよにゃん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 コーチさんとかありがとう。トシさんハートありがとう。ドラゴンさんハートありがとう。ケイスティンさんだるまありがとう。モーカロー侍さん、猫のにゃーん歌詞をありがとう。にゃーん。コウジさん、くまちゃん、ありがくまくま。マピョンオッピーさん、ありがとう。ドラゴンさん、音符ありがとう。ユウさん、かわいいね、ハートありがとう。ジェットさん、ありがとう、ありがとう。キヨする心の MV に、エディオンさん、ちょっと一応感動する。やっぱね、いつも言ってる。思い出のある場所が映ってるといいよね、やっぱ。記憶がないけど楽しかった、ありがとう。ありがとう、会えてよかったよ。広島といえばエディオンさん、うん。エディオン。明日は生誕面と。もーちゃん切り替えながら応援します。応援してね、ありがとう。みんなで盛り上げよう。かわいいエディオンさんのエディオンの声かわいいからさ、頭に残る。22分か。じゃあ半くらいになったら読もうかな。ごめんね。分かるシーン、そうかそうか、聞いてみて。こんな感じで、でもエディオンもーちゃんの声で実はめっちゃ嘘ついてる。僕の
太陽公園でもちゃんと実践た、それ嬉しくね、楽しかったよね。ステージが高くて見やすいからね、エディオンさんの時すごい、あの後ろの方もめちゃ見えて、そうだからすごいどの席でも見やすいから嬉しい。命の歌フェス2023多分トンセス、おイエイ横が広い、そうそうそう、その縦がさ広いとお顔がね、ファンの方のお顔まで見えないことが多いんですけど、ディオンさん、エディオンさんはこうなってるから、もうあの後ろまでお顔が見えるという、素晴らしい。9列まだ、そうなんだね。お、6列目です、いいねこんばんは。見やすくてね、お互いさん目がいっぱい合うから、立ち見したらバクルスそうだよね。3列目からお願いします、楽しもう生誕スタイン。ちょっと待ったの役誰かな、1列目の1番ね。でもか、あの真ん中も端ももう絶対見てるからね、大丈夫ね。そのリップを気に、そうでも2種類あるんよ、ほら一緒のように見えて違うの。これケイトのリップモンスター、これはシャネルのやつ、似てる同じに見えるね。そうね、2期生の生誕祭だから2期生メンバーがたくさん出る、嬉しいね。こんばんは、リップの色が素敵、ほんと最近アイスたまに食べるかな。そう、お菓子の方が基本的にね、もう食べるんよ。明日は配信の最前でお会いしてます、うん、いっぱいカメラも見ますね、ユニットの時とか。 DMM 最善でに声がついました、お見てくださいよ見てください、頑張るす、頑張るべ頑張ります頭回ってない、やばいやばい。やっぱり生誕メンバーの同期が多く出演するようになっているのかな、のイメージはあるんですけど、どうなの、その時その時なんかみんなの仕事状況とかなんかお仕事が被ってたりとかあるかもしれないから、その時によると思うんですけど、あのでもできるだけそうなってるんじゃないかなとは思ってる。桃が好き、桃が好き、夜のぽよもも可愛い、そう頭がね回ってなくてね、ぽわぽわしたの今そう、でもこの髪型とか見せたかった。私いつぶりの鼻のあれかな、今日秒で寝れそうかな、うん、でもさっきねちょっと横になっただけでもう3秒とかで、3秒はそうかもしれんけど、あの10秒ぐらいでもう眠りに、
明日の公演エンジョイランドハイト、ありがとう。配信で髪型も良く見てるし、ありがとうね。明日何しようかな。3秒だと伸びたく、ほんとよ。髪型も似合ってて可愛しきような感じですね。お、嬉しい。もうね、今日すごいこの髪も浴衣も髪型もいっぱい褒めてる。寝落ち配信期待する。休日朝何時に起きることが多いでしょう。休日はそうですね、配信じゃなくてツイッター載せたいから朝起きて二度寝しますね、朝予定がなかったら。今日はもう4時半とか起きてからは移動中ちょっと寝たって感じかな。こんばんは、こんばんは。あ、でも二度寝。いや、二度寝していい朝はね、やったーって思いながら寝るけど、起きた時にね、寝すぎたーってなる。今はいろんなメンバーの組み合わせの面白さも、そうよね、いろんな出演メンバーがね変わることによってね、毎回楽しめるよね、違う良さを。明日もちょっと早起き、明日何時起きくらいかな。何時だろう、8時とか、今日よりは全然今日よりは全然やけど、2公演元気満々に踊りたいので、もう体力いっぱいつけて元気もりもりっすんで。ボバベが来たら起きてた。ほんと30分、ありがとう。そう、今日はそういえば着物を着付けてくれた方に、名字珍しいねって、だってハーフって一線ってやっぱちょっとそんな感じの名字に聞こえるのかな。名字のさ、響きがリッセンあ、そう、ラッセンさんいますもんね、確かに。カタカナにしたら確かにちょっとそんな感じ。距離感でお話しできてよかった、ありがとう。こちらこそね、ラッセンとは違う。そう、ドイツにね、確かなんか見たことがある気がするんです。お分かりさん。いやでももう本当に本当にもうめっちゃ日本人なんよ、もうもうめっちゃもう全部日本人なの。そうだからいつも「いやめっちゃ日本人です」名字だけでハーフと思われがちの人。ドイツっぽいよね、ちょっと。なんか前調べたらいた気がするよね、リッセンっていう人が。おまかキャロラインめっちゃめっちゃそれっぽくなった。こんばんは、こんばんは。今日誕生日の、おおめでとう。プリンセスオーカリセンラッセンっぽい。みんなそのイメージがあるのかな、やっぱ。どうしよう、絵うまくないんだけど。やばいやばい、絵うまくないよ。今日もありがとう、ありがとう。そうそう、リッセンって聞いてもそう漢字が思いつかない、なんだってなるよね。
イルカ上手に、そうだね、かけなきゃいけない。ちょっと頑張らんと、あの綺麗に。最近上手くなってる、本当？久しぶりおうちゃないみたい。また書くね、お絵描きコーナー。またそういう配信する。おうちゃんの絵好きで、ありがとう。エビの絵上手かったよね、結構それなりに。猫の絵上手くない？でも立体的にね描けないのよ一切。ちょっと頑張らなきゃ。みんみんさん音符ありがとう。たかきさん星ありがとう。ドラゴンさんハートのライフありがとう。まぴょんおっぴーさんハートありがとう。ドラゴンさんありがとう。テータンさんバラありがとう。コウジさんタコありがとう。タンさん音符ありがとう。ゲイチさんだるまありがとう。竹内さんだるまありがとう。ありがとう。ラッシュに多分エビ猫描かない、描かないのか。可愛い絵とそうでないとね、肯定そうなの。そう、両方可愛いでしょ。水族館可愛かった。日本語でやったの、リッセンの。リッセン、確かなんかリッセンって聞いたらカタカナが出てくるな。なんかシマウマも好き、可愛いでしょ。シマウマも味があって、おもちゃの可愛い方素敵でした。可愛くて触れた、ありがとう。桃色のとっても可愛い浴衣姿、可愛い、ありがとう。ジローどちらも勝ちなさいの。優しいね。青みまる、青みまる自信を持っていたの。リッセンを名乗りたいからお越しした。リッセン名乗っちゃう。リッセン目立つよ、目立つよ、すぐバレちゃうよ。悪いことしちゃった。セタンティの T シャツの絵好き、ほんと嬉しい。ちょっと角張った名字とホワホワしたおもちゃのイメージが漢字結構カクカクする。ふんふんふんみたいな、すぐ覚えられそう。そう、すぐ覚えられるよこの名字。あの高知の人はまあ知ってる人もいるやろうけど、あんまり浸透してない名字だから振り返られる。え、でもそういう名前呼ばれたら、ん？みたいな顔で見られたりする。んなんだその名字はって。ではでは、そろそろ読もうかしらね。振り仮名が必要。そう、振り仮名が必要。漢字見せてもね、結構、うんってなるのみんな。お姉ちゃんが入ってきてなんて読むんだろう。そうだね、わかんないよね最初は。俺も本名が珍しいから、悪いことできない。そうだね、リッセンって調べたら祭りパーマの、ああるの、リッセンって。そうなんだ。高知では、まあ高知でも珍しいですよ。でも全くいないわけではない。そう、でもあんまりいないですね本当。高知で住んでてもなんか珍しいねって言われちゃうから。縦線、そう縦線っぽいよね。縦線ももか。私も多分普通に自分の名字じゃなかったら縦線って呼んでると思う。立線とは、で立線なんか違うもんね。立線ってならんよね。立線神社は多分その。日清神社は桃たちの先祖の方々が多分作ったんじゃないかな。珍しいからさ覚えやすい。そうそう、このアイドルとして全この名字は覚えてもらいやすいからいいよね。さすが四国とね。
ね、名字がね。立山神社もそうそうあるある。悪いことせ、悪いことしちゃダメよ。名前の由来調べて、お、なんか調べたことないかも。発音の勢いがよくてか、リセン。名字珍しいから悪いことできない。高知のキーって方言出ないんですよね。いやね、大震だとちょっと敬語っぽくなってしまうから出ないんやけど、なんか普通に喋ってるとね、なんとか焼きよーとか、なんとか焼きーみたいな感じで使うね、今でも全然。ではそろそろ読みますね、皆さん。広島弁もそう、今合体してる今。高知の方言解決して、ありがとう、ありがとう。高知でも、うん、ちょっと珍しいよ。いないわけじゃないんだけどね。配信はたまにテンションが上がるときは、上がるときはよく使ってるね。うんうん、あそ、あそ、ほうれんね、確かになんかあんま考え、わーって喋った時とかなっちゃうかも。そう、やっほやっほー、読みで1000、漢字で100、漢字で100、そういっぱい数字がね入ってるんよ、もうは。こんばんは、こんばんは。ありきたりだから羨ましい、ほんと目立っちゃうよ。目立っちゃうよ。まだ可愛い髪型が、今日ありがとう、会いに来てくれてありがとうね、また来てね、めでたいのね。今日ありがとう、すき焼き、すき焼き、今日ありがとう、みんな。じゃあ読むよ。あんも韓国で少ない、あ、そうなんだ、可愛い、ありがとう。だからさ、そう、全国に300人くらいらしい。としさん、はたありがとう。ゆういちさん、はたありがとう。13位のハムちゃん、ありがとう。12位のフクちゃん、ありがとう。かわいい髪型で、デコデ写真最高、よかった、ありがとう、見に来てくれて。11のケイスティンさん、ありがとう。名前呼び捨てごっこ、ドキドキした、大好き。またやろうね、ありがとう。10のタカキさん、ありがとう。おもちゃ浴衣姿にめちゃめちゃ好きになったよ、大好き、ありがとう。たくさん会いに来てくれて、ほんとありがとう。9位のマピョンオッピーさん、ありがとう。今日はめっちゃ楽しかった、また会おうね、絶対会おうね、髪型似合っとったよ。8位のトシさん、ありがとう。今日もスカイで一番オカが可愛い、オカしく見て大好き、めっちゃ今日言ってくれるじゃん、会いに来てくれてありがとう、ほんとめちゃ嬉しかったよ。7位のドラゴンさん、ありがとう。浴衣ももちゃん、めっちゃ可愛かったよ、幸せの時間。ありがとう、ほんといつも褒めてくれて、いっぱいもものとこ来てくれてありがとう。6位のゼッタンさん、ありがとう。誰よりもももが一番可愛かったよね、直接も言ってくれて嬉しかった、ほんとまた話そうね。恋のターさん、ありがとう。今日唯一の公開は集団見せてと言えなかったこと、いいじゃん、下駄の姿見れたから。ありがとう。4位の
みゆさんありがとう。明日が楽しみすぎて寝れない寝坊しちゃやだから、いっぱいゆっくり休んでね楽しみにしてるよ。チャイのひでくんありがとう。にのしゅうさんありがとう。明日最善の上手あたりにいると思うね。あ、じゃあもうすぐ見つかるね。待ってます、楽しみにしてるよ1位のコージさんありがとう。浴衣世界一可愛かった、やっぱりももが好き。ありがとう、本当嬉しい、そんな褒めてくれてありがとう。みんなありがとうね、ほんと今日もお話し会に配信に、明日もよろしくお願いします。疲れてないじゃん。ありがとう、全然大丈夫よ。また明日ね。バイバーイ。